も集中しますね。そうですね、ゴール前固めているガンバ、まだゴールキーパー森田戻っていない。さあスルーパス、大きなストライドでシュートを打っていく。ボールは点々と吸い込まれた。いや、入りましたね。最後藤原、新潟の魂の全員攻撃、それを打ち砕いたガンバ。アディショナルタイム、ドラマが待っていたのはガンバ大阪。ナビスコカップ連覇に向けて、決勝進出に向けて、大きな大きな1点を刻み込みました。まあ、新潟ある程度こう予想の範囲の中でね、カウンターというのはあったと思うんですけどもね、はい、しっかりそれを生かしきりましたね、ガンバは。そうですね、ただ最後までまだ分からないですね、新潟がこう1点取ってしまえば延長というのもありますから ね、最後の最後まで分からないの、はい、そういう意味ではまたこう遠藤選手の存在が際立ったような試合だったのかなと。そうですね、改めて思いましたね。私も20年ぐらいこのガンバというチームを見ていますが、一つの分岐点が2005年のタイトル奪取、そして昨シーズンの三冠でやはりゲームをコントロールする力というのがより際立ってきましたよね。そうですね、まあ、1点取ってからのディフェンス。A huge setback for Michel Platini in what had been a constant rise in the football world. Banned by FIFA's ethics committee for 90 days from any football activity.